はい、これ来る、そう、これね、はい、これ違うんだけどね、これね、またあれ、またね、ちょっと翔太くんもどうしよう、あれでしょ、歌とか作ってるでしょ、歌いっぱい作ってるでしょ、はい、俺もなんかね、あの、ほんとまた一応いろいろデザインしてくれって話来て、これもちょっと、またちょっと作らせてもらったんですよ、一丁前にね。で、あの、この帽子なんですけど、はい、この帽子はね、昔、この帽子の方なんだけど、また帽子がいくつかあって、あのソフトバンクの今宮選手とか、おー、まあ、なんか愛用してくれたんですよ、今宮選手とか、あとは牧原選手とか、あとは森選手と、はいはい、あとはカープに行くと曽根選手とかがかぶってくれて、あと俺のアイテムとかかぶってくれて、でこのまたであの今宮選手がまた汗でこういうのが欲しいと言ってるんで、またお願いできませんかって言われて、この前まだ出したばっかで、こういうの、これも今宮選手がかぶる、だから写真があるんでそれアップ、あ、はいはい、SNS で使ってるんでそのまま、まあ格闘技の人選手に今宮選手だって全然わかんねえだろうけど、で今宮選手なんか館長、今宮選手の親御さんに会ってるよね。お会いしました。え、大分の人ですよ。そうです、あの昔イベントでなんか会ったんですよ、たまたまですね、あー、でも福岡ですもん、僕の元同僚が今宮さんと幼馴染で、あで、その方が出るっていうので今宮さんのご家族も来た時に僕がちょっとアテンドさせて、あ、なるほど、たまたまね、これもで、これかぶられてる、なんか、で、写真、なんか SNS アップしていいって言われたから全部、なんかそれもこっちでまたやらせてもらうけどね、またなんかどんなことやる、ちょっとだいぶ前にやりたいみたいで俺も作れなかったんだけど、ちょっと改めてやって今サンプル今度今作ってて、でもなんかみんな格闘技とかも好きみたいで、なんか一緒に練習してみたいんですよ、向こうで、して、なんか売ったらしいんですよ、これ嬉しいですよね。もう野球小僧からしたらたまんないですよね。たまんないですね。たまんないですよね。そのね、分かった、やったらしいんですよ、これ。何が起きたか。私は、パンチやばいっつって。だそいつもだから野球やってたんですよ、格闘技やってたけど、俺もこのやつの。でも、いいか、お前もキャッチャーだろ。俺も野球だ。でも俺たちは五流だと。いいか、今宮選手とか、全日本代表の一流だぞと。で、甲子園の時、156ぐらいですか、5ぐらい。50は超えてます、ね、それ投げるやつだと、その投げるこれなんで、もうなんすかね、もうバランス良いもんね、またね、もうだって一緒ですもん、このだから、あ、はっきり言って僕はもう野球もサッカーもやったから分かるけど、もう桁違いですもん、その能力、分かりますよね、能力って、野球部は入った途端に毎日が絶望なんですよ、分かりますよね、みんなそうですよね、ね、それであと1個言われたら関係ないんだけどね、あのね、これ、川口いつも大丈夫、あのね、昔ね、あれらしいんですよ。僕のより初期に三軒茶屋にはやっぱり野球部いたらしいんですよ、とんでもない野球部が、まあ、川口から聞いて、同期で三軒茶屋のジム2位ですか、川口は僕より年下だけど、三軒茶屋に入ったらあいつの方が早いから初期の方いたらしいんですよ、まあどこの高校か言わねえけど、すごかったらしいんですよ、とにかく化け物で才能があって、佐山さんが一番勝ってたのがこの人だったらしいんですよ、もうスタミナも何もかも、ただね、浅井さん、今でもなんか仲いいらしいんですけど、いつかなんか呼んでもいいんだ、直接聞いてもいいんだけど、川口に聞いた話によると、安西さん、彼がいつも言ってました。格闘技の人ってこんぐらいでいいのって言って。うわはははは、強えな。いや、その高校どっかっていう東京の、まあ、超あれですよ、甲子園優勝するってプロプロバリバリいっぱいいる学校。それ言ったっていいんじゃないですか、ダメなんですか。いや、でもせっかくだからそれいつか来た時の。ああ、そうですか。わかりますよね。もう大阪だったら大阪桐蔭やら、PL やら、神奈川とヨタ高とかあるんじゃないですか、そういうレベルです。まあ、俺それ聞いた時、あのね、そこ。だって、あのさ、俺そこの学校一日もついていけないよって、そこ毎日が佐山さんの合宿って。かぁ。いや、正直言って、佐山さんの合宿見ても何とも言ってませんでしたって。わかるだろって。で、まず、川口が見るまったら、長谷さん、他にも野球部いたんですけど、みんなスタミナも体力も何もかもあって、野球が偉いわけじゃないけど、あとみんな分かってないけど、あの野球出たら打つわけだけじゃないんですよね。強烈だって、あれですよね、もともと能力と一番学校、僕の今わかんない、僕じゃないか、一番学校で能力高いやつらが集まって、切磋琢磨ですよね、だからあれ、当時は野球ですか、そうです、でも、スポーツ、他負けました、やってみて、体育の時間とか、他のやつら、僕は、運動神経良かったですね、いや、では、野球部で、僕、普通なんですよ、でも、野球部で運動神経、そこまでとろいやつっています？いなかったですね。ね、野球部ってやっぱりすごかったよね。いますよ。いや、みんなそこそこクラスのトップクラスで入んないですか。何やってもバレ、何やろうが。田舎だったんであれですけど、僕野球部でしたけど、あの陸上部の短距離も速かった。そうだってリレーだって僕も小学校の時はセンターフォワードやってたんですよ。僕なんか下手くそだったけどセンターフォワードやって、あとリレー選手やって、水泳やろうが何しようが、たまってその中で野球選ぶだけで。だから本当あれけど他の世界でもいい選手こういるけど本当に野球部から見たら
2秒で俺入った瞬間に勝てると思いました。野球部入った時に僕入った時の先輩が高校入った時はその後慶応入った人いるんですよ。慶応に入った人がいて今のかな先輩が大先輩がいてただその時の同期が志村って人だったんですよ。志村ってピッチャーいたの知ってます？あ、聞いたことある。あの ドラフト引っかかったの、はい、ドラフト入んなかったの、スーパーピッチャーですね。それがいたから大ニュースだったんですよ。その先輩190ぐらいあって、まあ、進学で慶応入ってたんですけど朝日ちょっと来いって1年も入った時いきなりキャッチボールですよ。キャッチボール、わかりました、お願いしますってやったんですよ。その志村の時の大ニュースです。その人もプロ行かなくて、まあ、今ジャイロ入ったのかな。もういきなり3球全部後ろそらしをしてお前交代ってやった途端に俺マジでとんでもねもう高級のそのレベルでいやーやばいっすもんね。えその速さかってことですか。いやっていうかもう伸びが伸びいや取れないっすよ。ここだと思ったら全部こっち行きますもん。はあ、だからよく言われるのは野球ってこれね結局この細いバットで150のこれ打つってこれ究極らしいですよね。いやそれもねだって打球スピードってスタントンとか190キロぐらいですよね。出ますね。はあ、いやもうだから化け物ですよあの人たちも。プロはでも僕今でも思うの野球部やっぱよく言われるのは朝日さん佐山さんに来たらいや俺違うってあそれもあるかもしれないけどやっぱ親に感謝してるしやっぱ野球部の経験が異常にでかいって。俺野球なんか試合も使ってもらうことない下手くそだったけど野球部のあの絶望感を味わったら何も怖いもんね。だから僕ファッパンクラスの酒井さんには絶対ね野球の、ね、使えなかった高校生とか中学生引っ張ってとか絶対使えるって。ああはいはいはい、はい、あの原石しかいねえからってで俺らので野球部の凄さ何が起こるか別俺らの10時間とか平気でなんかやらされましたけど何時間やっても平気だし僕らじゃったら水も飲まなくたっていいし なんであれダメだったんですかね僕らの時代に僕らが多分最後ぐらいだと思いますよ昔飲むなんてのはっきり言ってあ、なんなのあれはっきり言ってパンチよりこのバットの方が痛いしはっきりボールのケツバットって言ってましたよね。やってましたよ。それボールの方が速いしどったことないですもん。はっきり言ってそこら辺のなんかやってるやつだって別に何やこらってあの野球部の根性で勝てる気がしたからちょっと今でも絶対中田翔太の方とかの方が強そうですもんね。そうですね。今でも言うんですよ、あの勝つのやつ技覚えないけど中田翔太からさ10時取れるって大谷さんから10時取れますかね。あのね分かってないの、あのね目の前で見たら巨大さとだってあれとこの前大谷選手が見たら220キロのデッドリフトやってましたよね。ええー、いや220のデッドやってあとやるのはねそこで起きてるかっていうとどこに起きてるかっていうと一流の頃で競争し合ってるんですよ。だからもう、まあ、元気の強さとか気持ちの強さ勝って当たり前っていう人間のあれだから、だから野球が全てじゃないけど、やっぱそんでだから今宮選手なんかポンチに決まってんじゃん。で、一人誰か、牧原君かな、牧原選手かな。もう、去年、ほら、今レギュラーセカンドになりつつあるんですよね。あ、シュート、あれ、取られそうか、シュート選手。なんか牧原選手がこうやってやって、もう野球ダメだったら、もう格闘技転向しようって言ってますって。全部の僕のアイテム買ってくれ、なんか買ってくれて、つけたんですよ。つけたんですよ。でもその体が…もうできちゃってんですね。いやもう格闘技だね。2月1月冬の季節ですね。11月12月そこら辺の格闘技のやつらより、はい、すんげー体してますよ。で、足も速いじゃないですか、ね、でその後に僕のシャツも買ってくれてなんか ちなみになんか他にアイテムないですか。あ、まあ、アイテムはいいけど、まあ、それであるんでそんでやってるんですけど、うん、2人あのプロのやつと並んでるんですよ。格闘技選手とどう見てもプロ野球選手もでかいんですよね。厚みも何もかもでこれの足も速いで、だから転校しちゃうけど、あのね、転校するのいいけど、ね、言っといてって。君頑張れば億稼げるじゃん。いきな。結局、あと日本人の大きい人って、優しいっていうか、戦闘、ファイティングスピリットがあんまり、逆にチビでも気強いですよね。のんびりしてる。だから僕もヘビー級で大きいのと練習してきたんですよ。100キロぐらいと普通に。あの遠征はちょっと別格だったけど、他の100キロでやってる時は僕が突っ込んだらみんな下がってったから何やこれなんつったって。いざだったらどでっぱらにずっかましとろうって行けばいけるんで。なんかメンタル弱い大きい方ってそういうの多いですね。それはおそらくですけど、これ僕の感想ですけど、はい、彼らは小さい時からあんまり喧嘩売られなかった気がするんですよ。大きいがゆえに。大きいから。あ、なるほど。